はい、どうもこんにちは。ということで今回はこちらのアブザントークンを紹介したいと思います。こちらの DK ですが、新しく登場したサマナケイヤをフィーチャーしたもので、とんでもないスピードでトークンを量産するデッキになっています。ケイヤはマイナス2で出てくるトークンの量を倍にできるのですが、エシカがいる状態だと連7を出して釣りフォーク2体、さらにエシカで殴って釣りフォーク2体というように、突然デカブストークンを4体出せたりもしますね。そこまでいかなくとも、単純にケイヤからのエシカやロルスでトークンが4体出てきたりと、相手からすると対処がしづらい動きになっています。またコントロール相手にもケイヤは意外と強く、マイナス6で大量にトークンを出して11トークンだけで殴り勝つという試合も何回かありました。新たに登場した掘り起こしも使ってみた感触は良く、序盤は土地の安定化、終盤は必要なカードを持ってきたりと使い勝手のいい1枚でした。ワラダスのソリンも 2-3 を出してから延々とドローしたりと、思ってたほど弱くはない感じですね。はい、ということで実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手、やや重いハンドではありますが、キープ自体はできるかなと。さあ相手は白ターン、まあとりあえずタップインを処理していきましょう。さて、3ターン目ソリンもいけますが、まあとりあえず黒マナで置いてマナ繰り出していきますか。まあおそらく相手このターン動いてこなかったんで、まあ3マナ息を連打していく形にはなっていくとは思いますが、さあここで何が出てくるか。エーデリン、エーデリンはちょっときついですね。まあここはスルーして残り17。おお、小枠引いてくる。ただどうするか。正直知能差の乾きを使っておきたい感じはありますね。まあこのターン4マナ使ってエーデリンを除去って、まあ小枠は他のクリーチャーに取っておきたいですかね。まあちょっとね、だいぶ悩ましいですが、相手が2ターン目に動いてこなかったっていうことを考えると、まあおそらくまた3マナ息のクリーチャーが出てくると思うので、さあ4マナ目からバルクミラ。ああなるほど。まあ除去コンと思った感じですかね。はい、サソリンから、マイナス2で 2-3 非行反コントークンを出していきましょう。これでまあ粗暴な聖戦士とかがなければ割と有利は取っていけそうですね。さあここはレイレイン、掘り起こし、どうしますかね。まあケイヤからマイナスマイナスとかでも全然良さそうでありますが、まあでもプラスからいきますかね、土地。さて、まあケイヤ出してプラスでトークンをでかくしてからで、まあ小枠を構えていく形でいいかなと。まあ3マナあるんで、バルクミラがあっても除去っていくことができますね。まあ、祖母の聖戦士だけはちょっときついですが、まあ、たださっきのターン出してこなかったということは、聖戦士はトップからじゃないと出てこないはずですね。まあ、対ヤグラは本当にこのハンコントークンはだいぶ偉い。敵対者、なるほど。これでかくして殴ってきたらだいぶ美味しい交換が取れそうですね。さあ2回マナを支払って、まあこれ全部殴ってきたら敵対者除去ってレイデイン一方を取って、でまあ使い魔とかもマナ繰りで相打ちを取っていくことができますね。まあ当然ここは相手も除去を警戒していかなければなりませんが、ただまあプレインズウォーカーが残ってしまうと相手も相当きついので、まあ除去がない読みで殴っていくしかない感じはしますね。まあ、多分自分が白炭使ってても、そうしていくかなと。さあ、ただ、除去を持っているので、さあ、2体ブロックから、敵対者を除去っていくと。さあ、これでかなり有利な交換ができましたね。ハンデス。まあ、とりあえずマイナスマイナスで
盤面を固めてからハンデスを振っていきましょう。さあバルクミラ2マナで、緑マナ欲しいか。犬、うん、こうなると小枠構えてターンを渡していきますか。まあ掘り起こしは、カードを探していくカードとして使っていきましょう。さあこうなると白タン側は相当厳しいですね。もう一旦全除去とかないと無理ですね。はい、これ投了と。オーケー。さあ1本目勝って2試合目、土地さえ引ければって感じですが、まあちょっとリスキーではありますが、キープしていきますか。まあハンデス除去エシカで動いていければっていう感じですね。さあ相手はティムルトレジャーということで、さあ3マナ目は引いてくる。まあハンデス打っていきましょう。はい、まあマグダからですね。いやどうだろう、ドクロクだけ抜いてもよかったかもしれないですね。ドクロクだけ抜いて、マグダ出させてマグダは除去っていくみたいな、それでもよかったかもしれない。さあ土地は相手しっかりと伸びていきますね。嵐探しから、うん、魂の粉砕はねできればドラゴンに取っておきたいんですが、ここ夜になっちゃうとちょっとめんどくさいんで、一旦粉砕打っていきますか。うん、いやこうなるとあれだな、なんか66だけ2枚あるのがちょっとめんどくさくなってきますね。さあ土地伸びていく。お、これは一旦構えるか。まあもう夜になってるんで、まあ黄金化を即除去って、でまあエスカとかからいきますかね。まあ相手はドクロクダキが2回使えるんで、お、さあただこれドクロクダキを1枚使っていく。まあドクロクダキ本当にそのプレインズウォーカーに対してはなかなか強いので、まずエスカですね。まあソリに出しても即除去られてしまうので、でここに66だけ使わせてから、プレインズウォーカーを出していきたいですね。うん、まあ結果論ではありますが、やはり1ターン目はマグダじゃなくて66だけを抜いておくのが正解でしたね。さて相手ここで66だけ使ってこなかったということは、まあバーニングハンズとか引いた可能性結構高いですね。ただロルスからいきますかね。まあロルスマイナスから、まあトークンでエシカ乗っていきましょう。まあ結局相手もその除去の枚数自体は限られてるので、さあ2体で乗って、でまあ多分バーニングハンズ持ってそうですけどねこれ。はい。さあエシカは除去られていく。さてまあこっからは相手のトップ次第になっていきますが、まあ一旦ドクロクダキ打ってきますかね。まあロレスはさすがに生き残ったら相当厳しいと思うので、はい、ドクロクダキでロレスを除去っていく。まあただこれで相手はもうドクロクだけ3枚使っているので、ソリンでクロックを増やしていきましょう。まあソリンを除去っていった場合はもう発展クロックがあるので、それだけでしっかりと勝っていけるかなと。さあ66だけ4枚目、まあそれはさすがに想定外ですね。お、まあただこっちもしっかりといいカードを引いていくと。さあプレインズウォーカーレンダーはもう相手からしたら地獄ですね。
まあティムールカラーだとおそらくこれを返せるカードはないかなと。さあブロッカーを出していきますが、まあ除去が2枚あるということで、とりあえずトークンを除去っていく。まあ残り3点なんで、もうこれで積んでますね。さあフルパンで一気に買っていくと。オーケー、結構上がりそうだな。いいですね、690まで。さあ1本目買って2試合目。うん、まあ相手イゼットターンなんで、ハンデスがあるのは割といいかなと。まあ1ターン目から打っていきましょう。さあとりあえずハンデス止まってくる。ああ中略があるんか。ただこのハンドだと卵が対処できないんで、卵からいきますかね。うん、さて連7。うん、まあちょっと相手のハンドが土地が伸びれば強いハンドということで、こっからどう攻めていくか。うん、まあ一旦カウンターを打たせたいですが、まあ侵入者からいきますかね。侵入者キャストして、でまあ多分中略もしくはゼロ序算、まあ中略かな、中略使ってきそうですね。これね、出し直されると厄介なんで、多分確定カウンターで、はい。さあ中略で打ち消していく。うん、まあ手札が減ったところで真っ白が刺さっていけばという感じでありますが、お侵入者、これまあ侵入者もう一回いきますか。でまあ一旦ゼロ序算使われますが、まあ使わせていかないとこっちもどうしようもないので、さあ侵入者キャスト、はい、まずは一旦ゼロ序算で、まあ相手のあのバウンスも使わせたいですね。連7のトークンを出していきたいので、さあまずは環境科学から。さてまあ見えてないカードがあと2枚あるので、まあ、カウンターがあるのかどうか。さあ山を行ってターンを渡してくる。ソリン、うん、まあ侵入者からかな。まあソリン通れば強いですけど、まあここはカウンターされてもいい方から出していきましょう。でまあ侵入者も通れば強いですしね。で相手が、さあとりあえずここは通っていく。相手グリクスターンなんで使い回されたくないカードを抜いていきましょう。でまあこのターンはそのまま渡していくと。さあ除去がある感じですかね。うん、まずはドロー。さあ3ドローから1ディスカード、あのカードもね強いですよね。さあここは表現の反復からさらにアドバンテージを取っていく。まあなかなか真っ白を打つタイミングがないんで、プレインズウォーカーでどうにかしていかないとですね。さてただまあバウンスもねちょっと使わせていかないといけないので、まずは殴っていきましょう。ん、もしやこれに使う、相当それやばそうですが、さあバウンスしてワンディスカード、まあこれは逆に打ってくれてありがたいまでありますね。ドラゴンの火あるのに、ドラゴンの火打っていった方が良さそうですけどね。さてまあ侵入者出していきましょう。ここにはゼロ序算、うん、マルカイク、あーどうかな、真っ白はちょっとあれか。うん、まあアルカイック持ってこられたんで侵入者出し直していきますか。うん、まあちょっと相手の反動がわからないんですが、侵入者を普通にドラゴンの火で除去っていった方が良かった気はしますね。さあ表現の反復を抜いていく。
さて、ストームジャイアント。土地はしっかりと伸びているので、まあ、いつ、コンボを決められてもおかしくはないという状況でありますが。さて、まあ、侵入者1体で相当、アドバンテージを稼いでくれましたね。最低、手札が2枚ということで、真っ白を振っていきましょう。からの、まあ、ソリンでいいか。ソリン、トークン出して、相手のストームジャイアントに殴らせてから、で、連7で、蓋ができますね。まあ、ストームジャイアントで殴ってきた場合は、はい。まあ、一ターン飛んでるようなもんなんで、実質、タイムワープですね。さて。からの、これは、まあ、突ですね。止まってきてるんで。さて、まあ、こうなると、もう相当有利ですね。さあ、ソリンで、ワンドロー。で、レンナナから、トークンを出して、まあ、掘り起こしはチューターとして使っていきましょう。まあ、負け筋としては、タイムワープ連打からなんか、繋がっていく感じぐらいですかね。さあ、ここで投了と。オーケー。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。